俺は毎日レッスン入って、ほんまかお前。で毎日1時間勉強して、それでもう覚えたね。嘘つくなお前。これ嘘つくとこじゃねえ あれ嘘つくとこじゃないもん。ちげえよ。なんでお前きれいに見せようとしてんだよお前。何にも勉強してない。だろうねお前な。行く前も行ってからもね、もだね。でもさ、監督の言うことちょっと分かってる。分かってるもん。お前聞くのは分かるよ、ある程度。ただ喋れないだけ。ケントは？俺？カナダでの生活俺では覚えたの？生まれてすぐ行ったから、それいいよね。気づいたら喋ってたみたいな。あ、監督もお前なんか通訳みたいなのやってるもんな。ケントは喋れるみたいになってる。信頼は得た。まんざ得てるね。得てるね、お前は。俺はなんとなくやばいやつっていうふうには思われてると思うよ。まあそうだな。まんざいは置いといてて。次行こう。俺大丈夫、それは。もう言葉やったから、俺。